はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 のことはーちゃんです。今回は企画10段の抽選を行っていきたいと思います。今回は牛乳ひたしパンのバナナを追加したものなんですけれども、本当は最初に動画でスタバのカードのドリンク1杯券だったんですけれども、スクイーズも入れた方がいいかなと思って牛乳ひたしパンを入れましたので、牛乳ひたしパンの牛乳ひたしパンが一番当たったら嬉しいのかな、まあ、人にもよるかもしれないんですけど、で牛乳ひたしパンの抽選を一番最初にやって、それでも当たらなかった方の中から2人スタバのカードが当たって、ドリンクチケットが当たって、それでも当たらなかった方は私が昔作ったスクイーズ4つをプレゼントしたいと思います。あと入浴剤もセットで、あと全員にはいつも渡してるんですけど、私の名刺をね1枚ずつ皆さんにと一緒に送ります。はい、では早速やっていきたいと思います。まずは牛乳ひたしパン の抽選を行っていきたいと思います。これがねと今回のくじのものなので、まずは牛乳ひたしパンからの牛乳ひたしパンの抽選からやっていきます。なんか飛んだ、1枚飛んだ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、机が、よいしょ、すいません、1枚飛んじゃいました、振った時に。ちょっと待ってくださいね、これ上にこうやってやって振らないと吹っ飛んでいきますね。いきます。この方にします。牛乳ひたしパンはこの方にします。では、次は、どっちからがいいかな。お花柄の、チケットからやっていきたいと思います。まあ柄は違うんですけれども、中身はね同じなので、中のカードは同じなので、まあどっちでもいいのかな。はい、では引いていきます。はい、開けていきます。じゃん、じゃあお花柄はこの方で、次の方はこの方にします。はい、次はデニッシュのスクイーズ と風船人形のスクイーズなんですけれども、そちらのスクイーズは昔私が作ったもので、初めて私がデニッシュを作ったスクイーズです。昔作ったものなので結構下手なのかもしれないんですけど、今に比べたら結構クオリティは低いんですけれども、私が昔作った、大切なスクイーズでずっと保管してたものなので、はい、気に入っていただけたらというか、まあ、外れてしまった方におまけであげたいと思います。こちらは風船人形ですね。はい、では、4人の方選んでいきたいと思います。まずはこのデニッシュの抽選からやっていきます。じゃん、この方にします。次はデニッシュやっていきます。この方にします。では次、この黄色い風船人形やっていきます。はい、じゃん、この方にします。では最後、あららら、最後ピンクの風船人形をやっていきます。はい、引いていきます。この方にします。よいしょ。はい、では早速引いていきたいと思います。まずはバナナ牛乳ひたしパン、じゃん、3番の方です。おめでとうございます。じゃあ次、このお花のね
スタバのカードは、じゃん。これはね、9かな。はい、9番の方です。おめでとうございます。下に線を書くの忘れたんですけれども、こういう風に直径に6を書かないので9ですね。すいません。次、このカードの方は、2番です。おめでとうございます。じゃあ次、このデニッシュですね。8番の方です。おめでとうございます。よいしょ。では次、こちらのデニッシュの方は、1番の方です。おめでとうございます。では次、風船人形、黄色い風船人形の方は、7番の方です。おめでとうございます。では最後、こちらのピンクの風船人形の方は、5番の方です。おめでとうございます。はい、というわけで今回はこちらの企画の、抽選でした。ご視聴していただきありがとうございました。こちら当たった方おめでとうございます。発送準備するので届くまでもうちょっとお待ちください。参加してくださった方ありがとうございました。企画10段まで行ったので次はどんな企画をやるとかは考えてないんですけれども、また企画をね、やれたらいいなと思っています。ということで1万人様突破企画、皆さん参加してくださりありがとうございました。また今度企画やるときはお願いします。それでは、バイバーイ。